ははいささんこんばんこば100円ですさあ、えー、今日はですねこの前ツイキャスを聞いていた方だったらわかるものですじゃ,ーじゃんじゃじゃんじゃんじゃーんちょっと音外れてる <laughs> ナチュラルピュアーコーラーってドラえもんなしく言ってみましたけど、えー、この前ですねツイ,ツイキャスで言ったんですけどこうナチュラルの、ね、コーラが打てたんですよ こいつをちょっとレビューしたいと思います。もう最後の一本ですね。こいつめちゃくちゃ高いんですよ。まあ、オーガニックコーラってやつですよね。体に悪いもの一切使ってないみたいな。まあ、どうやってコーラの味を出してるのかわかんないんですけど、コーラなんですよね、うん。もう見るからに高そうな感じじゃないですか。大きさもちょっとちっちゃいんですよ。普通のコーラだったらもうここぐらいまで多分あると思う。大きさが。画面に入らないぐらい。 これぐらい iPhone のこのサイズですからね量は少ないんですけど高いんですよ1本ね2ドルぐらいしますね「ニトリションファクト」ま瓶、あ、ですからねもうその時点でちょっと高そうなんですけどニトリションファクトあこれ難しいなあこっちがいいや箱に書いてあります そしてまたオートフォーカスができないという <laughs> 事態が失礼しますさあ,あごめんなさい失礼さあえっ、ー、とですね一杯、まあ、杯につき1 0 0ムですね1 0 0ムじゃない100カロリーですねあとは、まあ、砂糖が入ってるんで、まあ、9%ぐらいの炭水化物量があると 砂糖2 6ムかって感じですねこれはねうまいっすよということで早速飲みたいと思います今日も朝飲んじゃったんですけど朝っていうか昼飲んだんですけどねこのねこの蓋線あるじゃないですかこれは手で開けられるんですアメリカのやつはちょっと今すごい顔してたかもできた ということで飲ませていただきます。チアーズ。横がいいかな。うん。うまいうまいわ。もともとあの中にね、まあ、スパークリングウォーターっていって、自然にその炭酸水が湧き出るところがあるんですよ。 多分そういうのを使ったりしてるんでしょうね。オーガニックケインジュース。オーガニックカキャラメル。えー、ナチュラルフレーバー。まあ、とりあえず何でもナチュラルってついてますね。入ってるものに対して。まあ、これ皆さんもね、見かけたらね、飲んでみたらいいですよ。うまい。うん。炭酸もなかなかきつい。高いものはうまいっていう。 <laughs> あんま言いたがないですけど、やっぱりあの、<laughs> 高いものはうまいですね <laughs>、まあ。コーラに関して言えば。味がちょっと薄味なんですよ。普通のコーラに比べて。そうなんですけど、上品な味がして、うまいですね。これはまあ200円なんで1本。評価は、まあ、うまいって言っても,も、うん、僕個人的には、 僕は本物のコーラの方が好きですね。もう着色料使ってもう体に良くないものバンバン入れてる <laughs>、まあ。体に良くないものっていうかまあ科学的に使えたものを入れてるコーラの方が好きですね。味的には。ということで星は、えー、7つにさせていただきます。えー、ナチュラルピュアオーガニックコーラ星7つです。